さあ時刻は午後七時を回りました沖縄プライムの時間でございます本日は収録放送ですそして第四週目金曜日ですので担当はこの方ですそれではどうぞはい那覇市議会議員の奥間亮ですよろしくお願いしますはい奥間さんよろしくお願いします,します最近どうですかお忙しいですか忙しいですね パンクしそうですね。<laughs> そん<な>に <laughs> やること多すぎて。まあ,まあ、まあでも、ええー、一月新年ですから。はい,は,いはい、はい。あ、あけましておめでとうございます。あそうです、ね、明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。はい、<laughs> はい。リスナーの皆さんも今年もよろしくお願いします。そうですね、ぜひよろしくお願いします。はい、えー。そんな、えー、今日は奥間亮さんを迎えてですね。えっ、ー、と、子供、子育て支援。子育て支援、やりましょうか。政府が。 そうですね、岸田総理が異次元の、何次元なんだみたいなね、<laughs> 異次元の少子化対策、これについて、はいはい、話したいと思います本当、はいえー、ね、子育てとか少子化対策っていうのは、今、必須というか、急須休、なんていう、休養、休、うん、務,務、うん、ですので、うん、それについていろいろと話していきたいと思います。うん えー、沖縄プライム、今日は収録なので、ぜひ皆様メールお寄せください。メールアドレスが。ええー、七九七アットマーク、f m エム宜野湾ドットコムです。さあ、この後、えっ、ー、と、八時まで収録でお送りする沖縄プライム。皆様、ぜひぜひ、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。はい。 元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です醤油塩タルナンパン激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています0 3 6 3 8 0 全国若年認知症競技会人生をもっと,もっと,もっと豊かに時間をもっと素敵に長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします「浦添城跡通りにあるチュッチュッチュラハウ おうちのことなら OTS グループのみんな覚えたまずは検索 ?NPO 法人「プロミスキーパーズ」は貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため。 私たちはユイマールの心で活動しています。弱者に愛の手を。NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい。そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新会。 さあ沖縄プライムでございます。本日は収録放送でお送りしています。えー、っと今日は那覇市議の奥村亮さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はいえー、オープニングでもお話ししましたが、はい、えっと子育て支援。そうですね。今日は子育て支援でいきたいと思います。はい。まあ、私。 私たち、まあ、この番組、若手の、はい、議会の中では比較的若手の議員が番組をお送りしてますがす、ねはい、やっぱ子育て支援が当事者世代ですのでやっぱあの私たち世代の議員こそやっぱ声を上げていかなきゃってことで、まあずまあ、声を上げていますね、はい、日頃から私たちは。はいはい でその中であのこの子育て支援っていうのは最近やっぱりなんて言うんでしょうね子どもの貧困問題もそうですけど、うん、別に子どもがいない人でもはい、はい、えあるいは高齢者でもやっぱ子どものためにやらなきゃいかんよねって、うん、子育て支援の重要性っていうのはすごい近年共有されていると思いますので。 関心がある人子供がいない人でも関心がある人っていうか、うん、は結構多い感じしますね,そうですね肌感覚では。うんうん、なのでこの今回、えー、岸田総理が異次元の少子化対策って、はい、本当かよって <laughs> <laughs> そんなハードル最上級に高くして大丈夫かと。そううででですすねね自分言ん ねなかなかすごいですよね <laughs> す<い>今から面白いこと言いますよ皆さんいいですかみたいな感じで爆笑するので聞いてください <laughs> みたいな <laughs> その必要あるかみたいなだから相当な自信がないと言ったらなんかなんかね、うんうん、正直なのかこの辺うまいとか下手とかあるのかわかりませんけど<え>、うん、まあ別に我々、ね、こうの世界っていうか普通に。 なんんてううでしょうね人と話してるときにハードル上げすぎやろうっていう普通ツッコミが出そうな感じなんで本当に、うん、なんかいいのかなっていう感じでしますけど中身は、まあ、これからっていうところですけれども通常国会もスタートしましたしはい、はい、でこれからどんどん詳細が出てくると思いますけれども。うん えっと今ちょっと報道ベースで言うとちょっと手元に資料があるので読み上げますけどじゃあ異次元の少子化対策何ですかって今3本柱ありますよと言ってますね。で3本柱の1本目はあこれちょっと報道の仕方とかまとめ方で若干違うと思いますけど。 私の手元に持っているのは概要として聞いていただければと思いますけれども、はい、基本的な方向性として一つ目は児童手当を中心とした、うん、まあ経済的支援の強化と、うん、まあ子育て支援って,ってやっぱりお金がかかりますよね、はい、でそれを経済的に支援しましょうというのが一つ目二、うん、つ目は学童保育などを含む幼児教育や保育サービスの強化すべての子育て家庭を対象としたサービスの拡充 1>, えー、1本目が経済的支援だったのが2本目はサービスの拡充ですねいわゆる行政サービスの拡充ということですね、うん、で、えー、これ多分ですね学童保育などを含むとわざわざ書いてるのはそらく私の予想ですけど、はい、えと学童っていうのがやっぱ保育とかと比べるとはい、はい、なんて言うんでしょうねあの効率的な部分が、はい、んちょっと薄れてしまうというかだから えー、保育はやっぱりその行政が保育の必要性を認め、うんえー、これは何て言うんでしょうねいわ,いわば行政の福祉としての措置みたいな感じになりますけれどもはい、はい、そういうふうに近い感じになりますが、うん、学童っていうのはもうちょっとそのなんて言うんでしょうね民間に、はい、の面が強いというか、うんまあ、利用する人もい,ない,いるし、はい、利用しない人もいるしというただかなり公的な側面を持ってるので。はいはいはい 今要するに学童問題とかっていう言葉も出てきてますし要するにその公のサービスとちょっと民間の側面があるなんかこうちょっとこうなんていうんですかね微妙なグラデーションがあるんじゃないかとえこれはどういう意味かというとそれをちゃんとしてあげなきゃダメですよねっていう意味での学童問題ですね。やっっぱ学童の運営重要性性てことでですすかね重要性もそうですし、うん あ重,要そう重要ですよだって命預かってるんですから命預かってるにもかかわらず、うん、保育とは保育まではいかない公的な位置づけになってるのでそれはじゃあ何かあった時の責任はどこにあるんですかこれ学童なんですよ基本的にはだけどいやとはいっても行政もそれ命預かるんだから、うんうん、ある程度関わらないといけないでしょう,うというところが。 すごいなんて言うんでしょうね。まあ、そういう位置づけ。だから、その学童のが重要な役割になっているにもかかわらず。うん、法的な位置づけとして、この状態で果たしていいのかと。もっともっと、まあ、学童の事業者もそうだし、利用者も安心してできるようにっていう。うん、みんながウィンウィンになる方向はないのかっていう意味で、学童改革とかいう言葉も出てきてます。へ<ー>うん、学童制度の改革ですね。もうちょっと、あの、こう。 すべ、うん、てにおいて良くした方がいいんじゃないかとうん、うん、そこには抗金をどんどんもっと使うべきじゃないかっていう意味ですね。はい、だからっていうのがあって多分あのあの学童保育などを含むってわざわざそういう書き方があるのだろうと。はい、で、えー、っと話戻します3つ目はですね方向性は、はい、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実。これは まあ子育てしながら働くわけですからみんなあの子育て世代はですねうん、うん、じゃあそのワーク・ライフ・バランスもそうだし、はい、ワークの部分働きの部分からも子育てしてる人の働き方はこういうふうな働き方だと、えー、翻って、えー、子育てにもいいところが出てきます、ねうん、だから働き方も支援しましょうというところ、はい、まあこの三本柱はまあいいですよね。うんうん、でその中身が これからなんですけど例えばじゃあ1本目の児童手当を中心にした経済的支援の強化でいうと、はい、まずその児童手当を増額するとかですね対象年齢を拡大するとかはい、はい、所得制限の緩和各撤廃かとうんつまり今児童手当は、まあ、1万5万五千円とかあるいは5千円とか所得によってとかありますけど、うん、で、うん、この間去年ですかえっ、ー、と 所得の、えー、と上限が、はいえー、定められてそれを超えると、まあ、もうもらえないというか高額所得者にはもう,ゼ,うん、うん、ゼロ円になりましたけど、はいえー、それを、うん、撤廃した方がいいんじゃないのという話もあるしあとはその増額まあえっ、ー、とこの間今いろんな議論といろんな情報があるんですけど今第2子は例えば3万円にして。はい 第三子は六万円にしたらどうかっていうのもあるらしいんですよね。これ、こうん、高額所得者を撤廃しないで、これをやった方がいいんじゃないですか。<laughs> っていう意見もあります。はい、あのですね、あの高額所得者って。はい、で、今、まあ、子供の数にもよるんですけど、はい、多分一千万とかだと、一千、はい、万とかもそうなんですけど。はい えー、例えば1,000万の所得の人って、はい、まあ確かに1,000万すごいってなりますけど、はい、でも公務員とかでしかもダブルワーク両親公務員だったらあ、はい、合計1,000万って結構いるんですよ普通に多い多いというか普通にいるんですね。でなんかねこれも何て言うんでしょうね つまりこれって何の目的があるかっていうと当然子供子育て世帯の支援と子どもたちの家庭環境とかにもっていうことで子育て支援ってありますけどもう一つはやっぱ少子化対策もあるわけですよ国としては国家としてはですよ少子化対策っていうのもあるのでどんどん子どもが減っていってるので少子化対策という意味で言えばじゃ子どもを もっと産みたいけどうん、うん、やっぱ家庭的家計経済的にきついからってみんな考えますよね、うん、うちは何名ぐらいだなとかあとまさに仕事とのバランスはい、はい、仕事忙しいから、えっと、うちは何名までかなとかってあるじゃないですかうん、うん、でそれがあの働き方で制限されちゃう子どもの数がうん、うん、あ要するに自分の働いてる状況で制限されちゃう,うん、うん、あるいは自分の所得に応じてやっぱ制限されちゃうっていうのを、うんえっと、国がと国が えー、そういう制限を安心して、うんえー、取っ払ってもらえるようにまあ極端な話をすると子供が増えれば増えるほど、はいえー、経済的に楽になりますっていう制度が仮にあるとするならば、はい、それは産みたいもっと産みたいっていう人が増えてきますよね。あと えー、ま,またさっきまたふ、えー梅えー、たくさん子どもがいたら、うんえー、働き方も、うん、およくなりますよと、まあ、これちょっと、まあ、想像が難しいですけど増えれば増えるほど問いはまでは読まないですけど、うんまあ、とにかく、えー、仕事が職場仕事がすごく、うん、うん今よりもその子育てに対して、はい、子育てと同時にやることについてやりやすくなるという制度があればうん、うん うん、うちは2人までと思ってたけど、はい、3人までいけるかもねうんとかですね。はいはい、っていうその,あの人間の判断すするる基準とかかいいいあるじゃなでこれって結構データとかもやっぱこの近年世界中で取られていて、はい、あのこれ一例,げ一例というか、はい、あの考え方の一例を挙げますと。うん 高額所得者はうんお金あるから別にいいやんっていう発想で多分山内さんさっき言ったと思うんですけどでも例えば高額って言っても1,000万さっき言ったみたいに合計所得だったら1,000万って結構いますよと言いましたよね1億とかだったらさすがに何万円っていうレベルじゃないでしょっていうのはそれは分かりますただ1,000万とかだったらじゃあいるよねって言った時にあの何て言うんでしょうね あその、じゃ、これ中所得、ええー、中の上所得者としましょう。中の上所得者。一千万が。あ、じゃ、そうそうそう、一千万が。うん、で、そしたら、中の上所得者っていうのは。うん、実は、あの、まあ、ある意味平均所得よりも上だから。はいはい、子供を産みたいと思う余裕もあるわけです。うちは三名までいけるよっていうのがうん、うん、多いわけ。 多いことも予想,想像しますよねうん、うん、だからある意味この中の上所得者については、うん、むしろその子ども手当とかをインセンティブ,をンンティブを与えた方が子どもを増やす増やしやすいんじゃないと<ー>つまりななんていうんですかね低所得者に対するインセンティブと同じこう、うん、インパクトを与えた時にときに ぐっと動くのは、むしろ中の上所得者の方がぐっと動くんじゃないの。じゃあ三人目を産みましょうっていううになるんじゃないのっていう分析もいろいろあるわけです<ー>、うん。だから、こういうのって、あのなんとなくやっぱ一千万だったら、いらんだろうっていうよりも。うん、ちょっとこうデータとか、うん、ど,んどこが一番効くのかみたいな。これはあの低所得者にやらん方がいいって意味ではなく、決してなくて、つまり効率的な政策の打ち方としては。うんうん 所得制限をどこまでやるのか、撤廃するのか、だからあるいはさっき言ったさっきあの緩和と撤廃って両方議論があるみたいです。緩和だったら例えば二千万にするとかですね。三千、うん、万とかにすればいいんじゃないですかね。そうそうそう、まあそういう議論です。ちょっと極端にして、ね。えまさにそういう議論です。うん。だ私なんか二千万とかでもまあ。 3000万とかねするとか1億とかでもそうなると極端に少ないんですよねだったらもう撤廃しちゃえと要するに線引きする方が無駄な行政労力がかかるっていう意味もあるので確かにそこでまた人をかけられてもねということなんですよ線引きする職員が必要でしょって会社だったら一律給付の方が早いわっていう話とかですね一もも二あるんだねってうと えー、というところもありますし、はい、あとは、えっと、対象年齢の拡大でいうと今中学生までですからはい、はい、15歳までですから、うん、高校生までこれはねこれだ,ねだって18歳成人だったら18歳まででってもいいわけですよね、うん、しかも高校生だからって別に自分で稼ぐわけじゃないし勉強した方がいいと思うので,そうです、ね、仕事できる仕事してる人はいるけれども、うん、あの別に仕事しながら児童手当もらってもいいじゃないか。はいはいはい 16歳のね働いてる人がということこれいいんじゃないですか絶対にじゃないと勉学にも集中できないはずだしいいですよ最後に言いますけどいいものばかりなんですけどお金はどこから持ってくるかっていう議論がありますね。であとはですね2番目のサービスの充実のところでいうとあとこれは保育士の配置基準のみな推しっていはいはこれ例えばだからえ 5歳児クラス4歳児クラスを保育士1人で20名とか30名とか無理やろうっていうのがもう今配置基準としても日本は現状あるのでそれ外国に比べたら全然もうもうびっくりするらしいんですよ。外国にもそういういいのああるるんでですすね配置基準あるみたいですでだけどもっとあのあの子どもに対して保育士が多い今は子どもに対して保育士が少なすぎるので配置,、うん、配置基準として。うん 1>, 1歳でもえ1歳3名でしたっけ6名でしたっけちょっとあれでしたけど、うん、でも今1歳の配置基準でもちょっともうマジかって感じなんですね、えー、1>, 1歳って本当大変じゃないですか大変大変本当に大変あのだって0歳で、うん、例えば3ヶ月生後3ヶ月4ヶ月って、うん、それは一瞬も目離せないですけど、はい、ただ動かないので、うん、移動しないのではい、はい、1>, 1歳って移動めちゃくちゃするからしますよね <laughs> あのー、本当に、あのー、僕の嫁が言ってたのは、はい、あのまだ仕事した方がマシ <laughs> でも分かるじゃないですか休日とか見たらもう大変はい、はい、ずっと動いてるしずっと遊ぼうっていうし、はいはい、そ,うそれを、ね、3名とか6名とか見るわけですよ、うん、同時にだからそういう状況なので。はい えー、そのの基準の見直やっぱでこれは、まあ、当然保育士さんの負担軽減にもつながりますけど、うん、うんまあ,あのやっぱ預ける親としても、はい、それは何て言うんでしょうねあの特に三つ子の魂100までじゃないですけど、うん、その時の,その人との関わりってすごい大事なわけじゃないですか子どもの育成にとって。はいはい その時に僕の同級生とかも言いますけど本当は子供見てたいとだけど家庭の収入があるから働かないといけないだから泣く泣くというかだからもう預けていますとだけど本当は0歳から預けたくない本当は3歳まで家庭保育したいけど働かないといけないからという時に保育士さんが要するにマンツーマンがベストですけどマンツーマンって難しいじゃないですか。はい でもママンンツーにどどんん近づいいてくさっき言ったじゃあ6名のところに1人だったらそれを2人保育士さん3人保育士さん家庭的な保育ができますよねもっとマンツーマンの機会が増えますよねってなったら預ける側にとってもんか後ろめたさっていうかね家庭保育だったらずっと一対一だけどむしろ預けた方が社会的な経験もできるしいろんな保育士さんと接することもできるしとかっていう後ろめたさがもしかしたらなくなるかもしれないし。 もう本当に安心むしろこ保育所にあ預けて預けた方がいいうん、うん、子どもにとってもいい環境なのかもしれないって思わせるぐらいがあれば働きたい人がもう思いっきり働けるということもあるという意味で多分保育士の配置基準っていうのも、うんえー、ここに載ってます。であとですね伴走型相談支援っていうのがある、はい、その伴んです橋 あの伴ですね一緒にマラソンとかでもね伴奏てあるじゃないですか。で伴奏型相談支援っていうのがあってこれがですね賛否両論というか結構なんかむしろえみたいなのが多くてですねこれ伴奏型支援っていう相談支援っていうのは福祉の世界では何て言うんでしょうね必要なんですよ。ただこれ子育て支援の中で書いているので今クエスチョンの人が多いみたいです。つまり どういうことかっていうとこれ伴走型相談支援は、はい、要するに相談員が0歳から18歳まで、うん、イメージとしては0歳から18歳まで、うん、子どもの時は、まあ、必ず何て言うんでしょうね目にかける人がつくというようなイメージです、ね。はい、今自分たち、まあ、子どもってその時その時健診の時に保健師さんと関わりがあります、はい、保育士さんと関わりがありますって感じですけど。うん、あの親 基本的に親が原則ですそこに伴走型の相談支援ということで何かあったらこの人この機関に相談するというそうですねそれがまああのまあんて言うんでしょうずっとこうえっとんていうんでしょう連れ添っていくまさに伴走一緒に走っていく歩んでいくっていう意味ではケアマネさんとも共通点もあると思いますけど。 あのそ,そういうイメージですねそのあの相談する機関とかうそういうところが、まあ、あのずっと基本的にはあの一緒に寄り添ってるんですよっていうようなイメージで今あの政府が言っていると思います。で基本的にはさっきも言ったように私の理解では福祉の世界の話なんですよね。 だから福祉の世界ってどういう意味かというと困っている人とか支援が必要な人に対してこの伴走型相談支援というのが求められていたので全員にこれ伴走型相談支援というのが求めに全員にやっていくという多分イメージなんだろうなと思うす。だからもっとシンプルな言い方をするとこんなのいらんしっていう人もいるみたいなんですよ。 なんかいや自分で見てるみたいな結構多そうな気もします。何そのなんかそう要するにこの人はイランしっていうのはえ政府の予算って限られてるんでしょ？何兆円しかないとかそれからやりやりくりしてるんでしょ？もっと別のことに回してくださいよっていう意味でいらないっていう意味です。無限に金が湧き出てくるんだったら別にいいんじゃない？だけど 限りある予算の中で伴走型相談支援で税金いっぱいかけます、うんうん、いやうちはいらんしみたいなうん、うん、もっと他のさっき言った児童手当を増やしてよっていう意味で言ってる人が結構いるみたい、うん、なるほどとでこの言い分はわかります私も基本的にやっぱ福祉的なかあの側面が私は強いと思うので、はい、だけどですねこれ私の予想ですけどちょっとまだ深く政府の考えとかこれからきなんかねちょっと聞いていきたいんですけど、はい あの虐待とか児童、ね、<ー>虐待とかが多いのでやっぱ全員にそれをやって本当にあの全体の数からするとそのパーセントは少ないかもしれないですけど虐待防止という観点で言えば全員に伴走型相談支援の仕組みを作っておけば、うんえー、発見できなくて。はい えー、虐待されて亡くなっていくっていう子どもが減るんじゃないかっていう,うそういうたぶん虐待リスクのところからの政策の発案なのかなっていう感じはしますかだからもうちょっとそれを政府は説明してもいいかもしれないですねかなんか虐待であればまた違うやり方もありそうですけど、ねうんうん、ありますね。だから 子供食堂なんかも、はい、あのいろんな機能はありますけどやっぱ発見機能っていうのもありますからおっしゃる通りいろんな施策があります、ねうん、虐待の発見の仕方っていうのはですねだから必ずしもこれでしかないっていうわけじゃないので、うん、結構莫大な予算がかかりそうじゃないですか <laughs> 伴奏型って <laughs> ですねだからあのどれぐらいやるかですよねはいはい何、うん、かあんまりね中途半端にやったらこれ、うん、本当に伴奏かっていう感じもしますし <laughs>、うん どこまでやるのかっていうの、ちょっとウォッチしたいですね。ですね。はい,はい。まあ、こういうのがありますと。はい。これはソフト面ですかね。はい。はい。で、あとは、ああ、まあ、産前産後ケア事業の授業。拡、は、充、い、もありますね。うん、あと、未就が、未就園児の一時預かり支援。<ー>ああ。これは、あの。多分。今、今でも一時預かりありますけど。はい。 えっと、もうちょっとこう、使いやすくするっていうイメージなんじゃないかなと思います。なんか。今、子育て支援センター。那覇市で、こし、こぞ、子育て支援センター。事業っていうのがあって。えっと、未就園児。い、もう、そ、未就園児とか。を対象に、その。地域の何か所かの。保育所に。予算をつけて、要するに、かい、開放じゃないけど、そこで、まあ。 当然その保護者も一緒ですけど保育士さんとの,その保育の流れを一緒にやって一緒に歌とか歌ったりとかあの親子で遊ぶのをやったりとかの児童館に未就園児連れてって一緒に遊ぶののをもうちょっとそのあの保,育保育所であかあ預かるわけではないんですけど。保育 所で過ごすみたいなのの要素がちょっと強いっていうイメージです、ねえー、親も一緒に一緒にっていうのをやってますが、はい、多分これのもうちょっとこう拡充版というかうん、うん、完全に預けるっていうのがで一時預かり今やってる一時預かりは基本的に緊急的なものが多いです、うん、急な病気とかですねがありますけど。 えー、これをもうちょっと緩和するんでしょうねデスパイとケア休息ちょっとこうお母さんが休みたいっていう意味もの感じでもうちょっと楽な感じで一時預かりができるっていうことなんでしょうね、うん、まあそうすればさっき言ったみたいに家庭保育やってる人ももっとあの楽にできるしっていうところなんでしょう、うんうん、これもいいと思います。と,かとても必要だ、うん ことですね、あとまあ働き方でいうと、はい、男性の、えー、長時間労働の是正とかですね、はい、まあこれはあの男性の育休とかっていうのもつながるでしょうね、はい、恐らく。とかまあいろいろありますいいとかまあいろいろありますね。育休どうなるんですかね。なんか企業に支援してくれたら育休取らせますけどね。やっぱまずはそこしかないような気がしますね <laughs>、うん、どうしてもね企業からするとね。うん ななんならもうどうぞどうぞ言っといでって言えるぐらいのね、うん、あれがだからもう本当にや本当にやるんだったら、うん、あの育休男性育休取ったところはまあ税金安くしますよとか補助金上げますよとか、うん、で実質その休んだその人の,あの時間を企業としてカバーできるお金があればいいわけですからそうなんですよ、うん まあでもプラスアルファやっぱその人しかできない仕事とかも出てくるからもうちょっとプラスアルファ必要かもしれないですねうん、うん、要するにこの人がいないっていうことで、はい、あのマイナスっていうかね、うん、業績として上がらないみたいなのが出てきた時に、うん、どこまでストレスを数値化してその人がね給与は500万だけど、うん、1,000万の仕事を取ってくる人だったらうん、うん、1,000万の仕事がなくな取れないっていうことになりますから。うんうん とというところですよ、ね、確からまああのー、で今やってるのがその結構そのやっぱ注目集まるのは最初の経済的支援の部分ですよね経済的支援も必要なんですけど私的にはやっぱサービスかなって思いますけどね。あのーうん、本当にそんな感じはします、うん、重要なのは。うん、あのー 本当にだからさっき言ったやっぱ一時預かりとかもそうなんですよであとねその幼稚園、うん、保育園で熱出しました迎えに来てくださいみたいなやつですよ、うん、迎えに行けないよみたいな私も、ねはい、仕事してるんで、うん、それだったら結局あのその限られた女性もだ、うん、まあ男性も今の男性もですけど、うん、あの仕事も限られてきますよとかですね そういうのができないとかっていう声がありますから、はい、それはやっぱサービスですよね。うん、熱が出たとしても、うん、まあ今例えばファミサポとかで迎えに行ったりとかってなりますけどまあああいうのをもう確実な行政サービスとしてもうやっていくとか、うん、私はサービスの部分かなと思います、ね、そうでですすね結局お金も当然大事なんですけど、うん 私たちっていうか子育てしてる人ってあんまりそのお金の計算で逐一やってないじゃないですか。手当何万円だから子供にどうのこうののこっていうイメージ的な部分があるので、うん、子育ての,その支援もらえるからじゃあ子供を産もうってなかなかならないですよね。そうですね。だからなんですかなんて言うんでしょうね既存のサービスとかを使って今お金児童、はい、手当がいくら増えたから、はい。 こうううなりましょうっていうよりも、はい、やっぱ僕らとしてはなんかうんですか収入考えて支出考えるよりも、うん、支出がなくなりますよっていう方がイメージつきやすくないですかね。とかうん、うん、確かに、はい、さっき言ったように一時預かりとかあっても代わりに迎えてくれる人がいますよ見守る病児保育もたくさんありますよとかって言った方が 安心だなっていう感じ、うん、確かに、うん、いいですねじゃあちょっと C.M. の後この話、はい、結構深掘れそうなので、はい、行っていいですかはい一旦 C.M. でーすせーの三三三ハウス防音建築お家のことならお任せあれ私たちがしっかりご相談にお答えしますまずは零九八九八八五三二号まで サワハウス全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています全国若年認知症協議会生活相楽館サンフティーマ。 毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所「サンフティン」おかげさまで20周年これからも地域と共に歩みます「血圧伝説」「飲んで下げる」「1日2粒これも継続」 ギャバ青パパイヤ発酵エキスクアンソウ腸鳴草を独自配合した血圧伝説主語伝説の調整薬草から新商品血圧伝説調整薬草ヒートのお昼前パーソナリティの宜野湾市市会議員小谷仁志と申します日頃の議会の活動から地域のイベントそして頑張ってる皆さんの情報をお伝えしていきます皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしてます どうぞ皆さん、キートのお昼前、よろしくお願いします。手作り弁当のお店、なごみキッチン。塩そば、とんかつ、照り焼き、唐揚げ、がっつり、ヘルシー、美味しい、でんこ盛り。トッピングカスタマイズも OK 電話、零九八、八九三の、零四一七。電話、いつの時通り、なごみキッチン。宅配もやってるよ。さあ、沖縄プライム、えー、今日はですね、奥間さん、奥間亮さん、那覇市議の奥間亮さんが。 MC ですすよろししくお願いまさあ前半も子育て支援国が、えー、何でしたっけ異次元の少子化対策,少子化対策これで本当に少子化対策になるのかっていうところの話ではあるんですけど、はい、でえっ、ー、と支援前はね、うん、そのお金あげるよりもやっぱソフトじゃないかっていうサービスの部分。うん、で僕も思って っていて、はい、えっと、うちは二人で打ち止めしたんですけど、うん、それなんでかって言ったら、もう。大変じゃないですか。うん、お金の問題じゃないですよ。すもうその大変さが。もういいよって、なるんですよ。で、自分の人生も縛られてくるじゃないですか。うんうん、女性は特に。うんうん、その辺をもっと自由に親が楽しんで人生を。まあ、子、うん、育ても楽しいですけど。うん 両方を楽しめるような形を作ってあげた方が僕は子供を産むと思ってるんですよ若い人特に、うん、あのー、やっぱりねその若い人から見たら先輩方を見てたらもう大変さはなんとなくわかるじゃないですか、うんうん、だからその辺かなって気がするんですけどねうん、うん、そうですねなんか、まあ、私もいろんな同世代と私の私今36歳なんですけど、うん 大体まあ早い早い人っていうかまあ小学生もう中学校中学生の子を持つ人もいますし、うんはい、でまだゼロ歳とかもいますし、うん、でその時にやっぱりなんかみんななんて言うんでしょうね塾代がいくらかかるとか、はい、あのいや想像はできますけど、うん、具体的な計算まではしないで高校行ったらとか。うん で大学行ったらっつったら、まあ、うちなんか大学行ったら申し訳ないけど奨学金で,で自分でやってもらおうっていうぐらいだったりとかまあこれ家庭によって違うと思いますけどそ、まあ、今本当に山内さんが言ったことを繰り返すんですけど、うん、あの具体的なお金の心配とかよりも、うん、さっき言った大変だなという、うん、もう一言なわけですよ。はい でその大変だなの要素を多分書き出していったらバーっていっぱい出てくるわけですこれが大変これが大変これが大変、うん、でこれをその全部一個一個解消していくっていうのが、うん、さっきその異次元の子育て支援の三本柱の中にいくつかは包含されていくと思うんですね。であ違うな三本柱のうちのだから二本目と三本目なんですよ多分,、うん、多分ね。一本目は経済的支援、はい、さっき言ったお金の話。はい でも多分今山内さんが大変だなと思って2人,2人だなってなったのは多分分分本目のののサービスの部部ととあと働き方の部分なんですよねでそこがいくつか解消されていって目に見えてえ負担ないじゃんってなっていくとさっき言った「大変だね」がだん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 まあちょっと大変だけどもう一人いけるかもみたいなところに 変わっていく行ければいいというのが多分政府の狙いなんですよね。だから私もまさに本当に多分二本目の柱の部分と三本目の柱の部分が必要だと思いますね、はい。でもそこにお金が結構かかるんじゃないですか。例えば育休にしたって結構なお金かかりますよね。もし完璧、ね、完璧はないとしてもまあまあ望むような形を作るのであれば。 だからそうなんですねだいろいろ考え方はあってですね育休がもし取れて、うんえー、男性も育休が取れて、はい、しかも有給休,休暇だった、はい、場合はある意味012の保育の部分の育文化はもうなくなるかもしれない要するにニーズが。 あるね、はい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 減るかもしれないと減るかもしれないだって働かないで収入がある程度入ってくるんですよ確かにまあじゃあ100%じゃなくてもいいですよ70%入るでも結構考える人いるじゃないですか、うん、70%でもだって子供と一緒にずっといれるんですよ、うん、この人は幸せなことないじゃないですかいいすよ、ね、とかっても人もいるから、うん そういった時に012の仮にですよニーズが減る012の保育のニーズが減る、うん、で今012のの保育にどれだけの公金があるか入ってるかっていう話だ、はい、保育所の箱を作り、はい、保育士さんをの給与を払いサービスがあります、うん、行政の事務手続きがありますとかって、うん、でこれ結構昔からある議論です実は。あ家庭保育を促してった方が、はい あのこれはなんか誤解されないように言いますけど、うん、うん,なんていうんですかね言い,い悪いとかはまず置いといて、はい、あの要するにどれ,どれが支出を抑えられるかっていう単純に考えた時には家庭保育をしてもらった方が実は、はい、あのコスト的に行政コスト的には低いんじゃないのっていう見方もあってですね。だったらさっき戻りますけど。はい 全部計算した上で、はい、じゃあ70%でもいいよと給料を保証しますよとうん、うん、だけど休めますよって言ったら取る人が増えます、はい、で012歳の保育ニーズが減って、はい、そこまでその、はい、保育にかける予算もある程度支出が抑えられますよでこれ天秤にかけて計算して。 政府として行けるってなったらそこにかじきってもいいわけですよねつまり家庭保育推奨家庭保育にインセンティブをすごい与えるっていうるほどね。確かに僕あと一個ちょっと問題じゃないかと思ったのは保育士さんじゃどん何かこのニートさんは割と保育士さんというか人が必要になるなと思って。ははいい 特に2かですよねこれ,でよれ今でも少ない、ま、足りないって言ってるのに、うんうん、どうすんのっていうのがあるんですけどそこでまままずずつくと思います <laughs> 結論出ちゃいましたけど「<laughs> 異次元の子,子育て支援」って言うじゃないですか。はい、<え>つまずくんだえ ちょっと、山本さん、国会で質問してもらっていいですか。手挙げてから。すみません、あの保育士の数って、どうするんですか。ちん、終了、かん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 、みたいな、になりかねないですよ。ああ。うん。ですよね。でも。いや、だから。いや、わかんないです。多分答え、聞いたら。いや、もっと処遇改善、進め、進めますって言うと思いますよ。でも、じゃあ、処遇改善、どれだけ進んだら、どれだけ保育士が増えるんですかって話なんですよ。ですよね。うん。これね、だから。 で、今、ちなみにですよ、うん、あの、こ、これも、これもそうなんですけど。はい、じゃあ、一番最初にした、自動手当、第二子三万円、第三子六万円でもいいんじゃないとか言うじゃないですか。それでも、何兆円って必要なんですね。何兆円の議論を、どう、どうやってお金を持ってくるかっていう、うん、まず、そこも議論になって。で、今出てるのは税、ぜまあ、増税するって話と、<laughs> あとは、うん、あのー。 今出てるかな正式に昔からあるのは、はい、あの介護保険今あるじゃないですか？あの、子供保険みたいなの、はい、作るっていう話は今もないのかな。あはいはい、であ、そうだ。この議論はあったと思います。あのね、街道介護保険料とかに子供分を、はいはい、オンしようみたいな。<ー>う全、ん、世代型っていうのはつまり。もう子供のいる世帯もいない。世帯も関係なく。うん とにかく40歳過ぎたら子供のために保険料の中に子供分やってうん、うん、そっこを財源にしてまあ結局負担になるわけですけどでもこれあれですよなんかこういう人もいましたけど税金多くしててて手当もらっっ意味あるばいう,うん、うん、でもこれは一応払ってる分よりはもらえるんでプラスマイナスしたら、はい。 プラスににななりりまますすよねと、うん、いうことにはなりますけどただ子どもいない人にとってはマイナスにしかならないお金的にはですね、まあ、あの若干だったらいいと思うんですけどね、うん、ただだからその分、まあ増税えー、と防衛費の増税に関してもそうなんですけどまず支出どこか抑えなさいよってやっぱり国民としては思いますよね。どこか抑えてから、うん、日本はじゃあこれから少子化やりますって、うん。うん っていうのだったらわかるんですよ。だって会社もそうじゃないですか。あの社員の給料を減らすのは最後なんですよ。もう支出減らして何してってそういう工夫をして、もうごめんっつって減らすじゃないですか。社員の給料。簡単に減らしてるみたいに見えるんですよ。例えるとですね。そうまずそこからなっていう。 そそそれれははうですね、うん、それは絶対んかいやまあそ確かにそうですよあの。それで財源が生まれるかどうかは別として、はい、無駄な要するに無駄遣いはやめようよっていうところは当然やってくださいよい、うん、それはありますよね。はいうん、だまあこれ、まあ、その防衛の方もそうですけど国債ねはい、はい、国債発行するのかと、うん、子ども国債あ 確か子ども国債っていうのも案としてあったかなああああの要するに財源確保の案としてあったと思いますなんかそういう報道を見ました、うん、子ども国債みたいなのっていう選択肢、うん、子どもにお金使うのはもう全然いいじゃないですか、うん、あのやっぱ将来ねなうし、はい、少子化もなって、はいはい、<laughs> 本当に若い人少なくなったらまた世の中つまんなくなるし、はい、で えっといいんですけどもう一つ今日の朝日は何て言うのかなテーマがある番組でテーマが気になるニュースでこれが出てたんですよ。でこの人はフリーなんですね女性なんですけどで今子供がいてちっちゃい。フリーランスの育休は考えてないよねっていう話なんですよ。なるほどっていうのもこの先フリー増えるって っていう今傾向世の中になってくるじゃないですか。<ー>働き方改革もそうじゃないですか。うん、あのもう副業もやるし、うん、皆さん自由にもっとに自分らしく働きましょうっていう風潮の中、うん、これはもうフリーが増えていくなと。うん、そんな中、えじゃあフリーの人たち増えるよね。どうするの、うん、っていうのがやっぱりないっつって。なるほど、ね。 フリーランスの育休は難しいですね。って言って難しいってのはやらんといけんっていう意味で難しいって言うんですよ。ねゃこれじゃあ収入のね前年の出し手とかこれどうするかですよね制度設計をどうするかですよだから今の制度も全部公務員がまあまあまあ考えてるじゃないですか。だから 結局公務員の目線だよねっていう話だった <laughs> 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 まあ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 さっきずっと話したでも逆に言うとだからまあフリーランスの目線ではどうするのっていうところですよねさっき話したその高所得者も多分あの公務員の発想かなって感じがするんですね線引きがうんうん、うん っていう感じはやっぱ否めないなでなんか有識社会人のあれが出てたらしいんですよ写真がしたらみんなやっぱりえっ、ー、とおじさんばっかり、うん、子育て中の人いるの <laughs> っていう <laughs> それはもうあれですね <laughs> あの多分全部おじさんおじさんばっかりで決められてますからねでだから。 時代によって変化するからこのおじさんたちの子育ての時代と今って全然違うじゃないですかっていうのも言っててあなるほどなと思ってうん、うん、なるほどなですね <laughs> 大変ですよねだからこれそうですね、うん、それも絶対入れないといけないですね特に今女性起業家が増えてるじゃないですか沖縄の場合ですけど、うん、まあでも内地でも増えてるね、うん、だからまあ ち経済的な支援を入れて、はい、まあでも育休ですからね、はい、育休だからこれはそうですねまあなんかそのいろんな方法がありながらも、うん、さっき言った立ち返るとあのサービスの充実、うん、これはマストかなって感じです、ね、これはあのフリーの人もどんな仕事の人も、うん、まずサービスっていうところを。 が充実してるかどうかっていうとで、あと選択肢を増やすことですよね。さっき言った、家庭保育でも全然いけるってところまで持っていくっていうところ。そしたら結構フリーの人たちもやりやすくなりますもんね。例えば女性がじゃフリーでやってます。男性はまあ会社に勤めてます。夫はね。その場合って男性が育休取れば、割と 女性もね自分の仕事もできるはずだし、うんうん、っていうのはありますよね。ありますね。うん、確かに二番目が鍵なきもしますね。そうですね。あとはそのまあ財源の財源論は難しいですけどね。うん、でもなんかこのあのまあ防衛費もそうなんですけど、はい、あのまあ一緒にしちゃいけないのかもしれないけど。 あの財源と一緒に考えるっていうのは非常に何て言うんですかね国民としてはすごいレベル高いと思うんですよねまあ報道の仕方があるのか分かんないですけどでもやっぱり基本的に国民が当事者意識持ってじゃあどんなすればこのお金増税すれば保険料にプラスすれば国債をするのか国債をするってことは借金ですからそれでいいのかとか。 まあ、その議論、まあ、だから無駄遣いを排除しでも無駄じゃあ無駄遣いどれだけやったらお金生まれるのって話なんですけどうん、うん、結構あの議論ももうあのやってるんですけど結構無駄遣いをなくすだけではなかなか財源出てこないっていうのは民主党政権でも証明されてるので。あれで結構あれですよね面食、うん、らった国民も多いと思います。うんうんうん、だから やりつつですやりつつそれだけではお金は出てこないっていうのも現実としてはあるうんだからどうするかそれ,それ待ってたら時間過ぎちゃいますからある程度国債発行っていうのはもう仕方ないかなって私は思いますけどね。これ市町村でもなんか幅が出そうです、ねうん、この子育てとかですか だからあそ,その視点はむしろ、うん、あのいい意味でやっていくつまり子育てしやすい市町村があれば、うん、そ,のその強みをどんどん増やしていくっていうのはいいですよね。うん、まあ当然一律で基本的にどのサービスも最低限のサービスはどこに住んでても受けられますとい,い,、はい、いうのは大前提としてあり。はい ただああとと環境とかかるじゃないですかうん、うん、公園がいっぱいあるとか買い物がすごい楽とか、うんね、いろいろその住む人とか人によってもありますから、うん、自然環境を重んじる人もいれば、うん、コンパクトシティに住みたいっていう人もいますからそれはその市町村のいろんな特色と強みがあってうん、うん、全部おいしいアイスクリームでどれも選び放題みたいな方がいいわけじゃないですか。うん なんか今究極の選択を迫られてるじゃないけど、どこに住んでても子育て辛いやんみたいなことになななっていがちなので、はいはいはい異次元のっていうからね、まじ期待してますよって感じですね。だからこれちょっと僕らもやっていきます。あの僕らも市議の立場でどんどん。 国に対しても、はいはいはい、国会議員として物申していきたいなと思います。そうですね、そこを本当にお願いしたいですね。はい、もうちょっとあのやっぱりその市町村とか市議会の方々がやっぱり俺は今からもう重要になってくるのかなって気がしてて、うんうん、そうですね。あの実情を知ってるのはね、うん、私たちもすごい現場でよく聞くので。うん そうですね。あと、やっぱ那覇見てても、市長によって変わるし。はい,は,いはい、はい。だから、そのあたりね,ね。はい。やっぱ、その。身近なところで。今、期待感があるのかなって気が。はい、はい。しますねはい、はい。そうだ。こう。那覇市のことで言えば、来月またいい報告できると思います、ね。すごいね。そう <laughs> ですね。<laughs> そういえば、那覇と回るもある。<laughs> 那覇と回る。はい。ね。<laughs> あれもすごいし。はい。はい。うね、もう。いいなっていう。感じですけどね。はい だからもうこの子育て支援もそうですけどそういったこともまた報告していただきながら話していければなと思います。はい、はいはいはい、ということで「えー、沖縄プライム」時間になりました。以上です、はいえー、今日は本当に はい本当に今日もあっという間に、はい、異次元の放送でしたね今日も異次元の収録でした,た異次元 <laughs> 頼むよって感じですね,ですねこれでこけたら笑いもんですよマジで <laughs> 本当<に>だからなんか大きいの決める前に選挙してほしいなと思いますけど、うん、<laughs> でもなどうなんだろうはいという感じで、はいえー、お送りしてきました、はい、沖縄プライムですが以上です 今日は、ええー、那覇市議の奥村さん。はい、はい、ありがとうございました。それでは、皆さん、また来週、さよなら。